村を出ようとしたとき、夜叉姫が口を開いた。あ、まさか、桃太郎さん。お別れの時が来たようです、やっぱり。皆さんとお別れするのが寂しくて、ここまでついてきましたが、閻魔様が改心した今、私も地獄に戻り、鬼の王族としての務めを果たさなくてはなりません。そっか。辛く長い旅でしたが、今はやり遂げた嬉しさでいっぱいです。それも皆くじけそうになった時、桃太郎さんたちの笑顔はいつもそばにあったからです。桃太郎さん、金太郎さん、浦島さん、ありがとうございます。あ、涙が、ちょっとだけさようならです。またいつでも会えますよね。だからちょっとだけさようなら。目にいっぱい涙を溜めていた金太郎が叫んだ。さあ桃太郎、行こうぜ。なんか泣けるなぁ。あ、エンディングだ。いやー、無事に終わりましたね。佐久間明さん。音楽がいいんですよね。めちゃくちゃ良かったなぁ。いや、でも長かったですね。カード集めの旅。297枚って結構多いですよね。雑魚鬼とか仙人とか仲間とかのカードがあって。いや、でもなんか、楽しかったなーって思いました。かなり長くて、なんかあの、初め構想してた時ってパート20ぐらいで終わるかなーって思ってたんですけど、思ったより長くなりましたね。なんかその、カットできるだけしたりとか、でもここは見せたいなーって思ってカットしなかったりとか、そうですね、なんだかんだで結構30分超え、1パート30分ぐらい、お目安に作ってたんですけど、それでも結局35パート目ですもんね、今が。なんで、だいぶかかったんですけど、あ、女風呂イラスト。いや、お世話になりました。ありがとうございます。なんかやっぱり面白いゲームでしたね。かなり古いレトロゲーなんですけど、いやー、やっぱり、神ゲーと言っていいんじゃないでしょうか。円化率は鬼のように高かったですけどね。でも楽しかったな。なんかちょっと泣けてきたんで、このままエンディングの映像見ていきましょう。記事、あ、あれ、これは自分がつけた名前かな。桃太郎さん、浦島はここで皆さんとお別れします。皆さんと一緒に暮らせたらどんなにか楽しいことでしょうが、でも私たちだけが幸せになってもそれは本当の幸せではありませんよね。村の人みんなと楽しく暮らしていく、それが本当の幸せですよね。浦島の村では鬼がいなくなっても海との戦いが待っているのです。そっか、漁師さんだもんね。桃太郎さんに教わった愛と勇気で幸せな村づくりに励みます。だからさよならは言いたくないので、ありがとう桃太郎さん。あ、金太郎もここでお別れかな。金太郎の村ですよね、これ。
桃太郎、やっぱりだ。オラ金太郎もこの村に残るだ。そっか、オラはこの村の人気者だからな。うん、そっかそっか。だからまあなんだ、そのお前とはここでさよなぐす。いやー泣けるマジで。うぅ、泣かねえぞオラ。うぅ、絶対泣かねえぞぐす。いやー泣けるわ。男泣きですね、金太郎さん。きっとまた会えるよな、桃太郎。今度は楽しい旅をしような。祭り見に来てくれよな。また一緒に太鼓叩こうな。また泣いちゃいそうだから早く行ってくれ。うん。桃太郎。じゃあな。バイバイ、金太郎さん。ん？花坂の村かな？ワンワン、桃太郎さん。私たち、犬猿キジは、この村でこれから暮らしていきたいと思います。桃太郎さんの愛と勇気を村の人たちと一緒に語り継いでいきます。桃太郎さん、ありがとうございます。そっか、音も全員、あれか、花坂の村に残るっていう感じなのか。戻ってきた。懐かしい BGM だ。おばあさんが桃太郎を温かく出迎えた。まあまあ桃太郎、よくぞ元気で帰ってきたね。さぞや大変だったろう。おじいさんも嬉しそうに桃太郎に話しかけた。活躍の噂はいつも聞いておった。わしも鼻が高い。どうやらお前はこの長旅で何より大事な優しい心を学んだようじゃ。そっか。おばあさんがニコニコしながら口を挟んだ。さあさあ、積もる話もあろうが桃太郎や、熱いお風呂が沸いてるよ。そうじゃそうじゃった。それが何よりじゃ。三人の明るい声はいつまでも耐えることはありませんでした。そして桃太郎はおじいさん、おばあさんと幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。はい、というわけで、いやー長かったけど楽しかったです。やっぱり神ゲーじゃないでしょうか、桃太郎伝説 PS 版。これにて終わりになります。結局かなりプレイしましたね。半年以上かけてやってきたんで、約1年ぐらい経ちますもんね。3日目か、7時間、24、48時間。60時間ぐらいプレイしてたってことかな。すごいな。なんか24時間経つと2日目に変わるんですけど。ロケハンの時は53なんで、2と20時間だとね、だいぶやり込みましたね。なるほど。
いやいや、すごい遊んだな。はい、というわけでですね、エンディングが終わりまして、最後にカードを見ていきましょう。ですね、297枚全種類ですね。1から見ていきましょうか。いやー、長かったですね。早速見ていきましょう。桃太郎。桃から生まれた桃太郎。仲間思いの勇気の子。これをちょっと動画的に最後に入手したカードになっております。金太郎。桃太郎、おいらがいれば100人力だぜ。金太郎が、確か金太郎、浦島、夜叉姫は、あれですよね、村人に話しかけることで手に入ったかなっていう感じでしたかね。浦島太郎、桃太郎さん、私は、術には少々覚えがあります。待ちって言うんですよ。術にはですね。術には覚えがありますと。なるほど。夜叉姫、人の心の温かさを知りました。ありがとう、桃太郎さん。いやー、敵の時は、ちょっと目が怖かったですけど、可愛いですよね。犬、ワンワン、僕は偵察が得意です。めちゃくちゃお世話になりましたね。猿、野宿の時は私にお任せください。猿はあんまり使わなかった印象なんですけど、結構便利なんですよね。野宿で回復したり。あと、最後はキントーンでめちゃくちゃ移動に使いました。はい、じゃあ次のページ。キジさん、ケンケン。遠くを調べるなら任せてください。結構ロケハンをやっていたので、あまり使わなかったんですが、キジも結構便利で、村飛燕とか、あとはフィールド探索みたいな感じで、結構使えるような能力でしたね。ジンパチ、チュー、つづらのことなら、これにお任せ。ジンパチは最後仲間として使わなかったんですけど、アイテム集めの時とか、取り逃しの宝箱とかがないかなーっていう時に、結構使えるキャラでしたね。それで、エノン、ボンビー、僕がいれば楽しいのね。エノンさんは結構連れ回しちゃったので、戦闘中に、奪っていかれるお金が、奪われるお金が結構多くなっちゃいましたかね。うん。OK。で、うんち、戦闘でお役に立ちます。り、めちゃくちゃ好きなんですよね、うんち。可愛いんですよね。で、鉄のうんちが、正直は宝なりですよね、桃太郎さん。鉄のうんちはあれですね、うんちの泉に投げ込んで、正直に鉄のうんちって言うと、宝庇の術とか覚えられたかなっていう感じですかね。それで、地蔵を、わしが攻撃を防いでやろう。頑張れよ。お地蔵さんは最後まで結局使っちゃいましたね。かなり性能がいいっすよね、この、たまに防いでくれるっていうのが。OK、じゃあ次のページ。常夏の村長。懐かしいな。私が常夏の村の村長です。なんとなくロマサガ3を思わせるような感じですが。いい村長でしたね。で、おじいさん、おばあさん。桃太郎、体に気をつけて頑張っておくれ。おばあさんが桃太郎疲れたらいつでも帰っておいでと。そうだな。最初無料で泊まれるので、かなり、序盤に使ったかなっていう感じですね、実家は。で、鶏、コケコッコ、牛さんがもう、おらのお乳飲んでくかも。で、うさぎ男、大文字焼きはうさぎとたぬきの友情の証。なるほど。鶏が確か、パート1で初めて手に入れたカードだったかなと思います。で、牛は、潮吹きの村に落ちてたやつですかね。で、うさぎの女、ぴょんぴょんカチカチ村は、うさぎとたぬきの村です。たぬき男、おいらの腹包みを聞いとくれ、ポンポコ。なるほど、たぬき女、カチカチ山の花火は300年の伝統を持つ祭りです。この辺は序盤の村にめちゃくちゃカードが落ちてた時期のやつですかね。で、ネズミ男、中、旅する人のために立派な村を作ります。で、ネズミ女、皆さんのために美味しいお米を作りますと。なるほど。で、長老ネズミさんが、いつでも遊びに来てくだされ、ご馳走しますよ。太っちゃうイベントがありましたね。で、次が、ボンビーの村の男。ボンビー、僕らの村に、金ピカは似合わないのね。ボンビーの村の、村人ですね。ボンビーの村の女、あちこちボロがある村が好きなのね。
で、ミニボンビーが、ミニボンビーお小遣い欲しい、欲しいのねんと。ミニボンビーだけが、カート道場で手に入るんですよね。で、キングボンビーの増加。キングボンビー、俺様の出番が少ないと確かにな。これはエノンに千両を持ってかれると手に入るカードですかね。で、うんちの女神出た。ほほほ、世界で一番美しいのは私よ。なるほど、なるほど。そうっすね。で、花坂じいさんか。それ、枯れ木に花を咲かせましょう。めちゃくちゃ名言ですね。花坂の村の BGM いいですよね。で、次が猿回しの男。さあさあ、かわいい猿回し、ゆっくり見ておくれ。で、猿回しの猿と。キキキキャッキャ、空中3回転と。なるほど。浴衣美人さんが、桃太郎さんのおかげで、無事、村祭りができましたと。これが金太郎の村で話しかけてもらうカードだったかなと思います。おみこし、これもそうですね。わっしょいわっしょい、祭りだわっしょい。当時魚の入手方法がわからなくて、で、このカードも入手方法がわからなくて、めちゃくちゃ探した記憶がありますね。漁師かな？桃太郎さん、浦島よろしく。で、デンスケ、穴掘ってる人ですね。オラの掘った穴はもう通ったかや？隠しアイテムがちょっとだけあったイメージがありますね。で、カメさんが、桃太郎さん、竜宮城はいかがでしたか？乙姫さんが、いつでも踊りを見に来てくださいね、桃太郎さん。で、竜宮の踊り子、私たちの踊りいかがでしたか？また来てくださいねか。なるほど、なるほど。いつでも踊り見れるようになってるんですよね。で、竜宮の女官、乙姫様を助けていただきありがとうございます。いえいえ。で、ネタロウさんか。ほら、また3年ばかり寝るだよ。おやすみもにゃ。ずーっと寝てるんですよね。で、スリの銀次。スリからは足を洗いました。両手石井をよろしく。なんか、芯も持ってやったことがないんですけど、結構活躍するみたいで。で、あと、何でしたっけ、これリメイクだと思うんですけど、1と2、桃太郎伝説1と2のリメイク、なんか融合プラスリメイクみたいな感じだったと思うんですけど、なんかそこで結構エピソードがあるみたいで、ちょっとやったことないんであれなんですけど、なんかそれの名残で出てきたっていう感じみたいですね。はい。で、こちらが、あれですね、ダジャレ大会の受賞者さんですね。5名いたかな？そうですね。で、当時あれですかね、なんか、当時のことあんまり覚えていないんですけど、なんかそういうコンテストみたいなのが募集であったんですかね。はい。じゃあ次に行きましょう。常夏の村の男、水があるって幸せなことですね、桃太郎さん。そうですね。で、常夏の村の女、水を浴びたら、玉のお肌がツルツルになったわ。なるほど、なるほど。都の長老というのは、希望の都の長老さんですかね。ぜひ、桃太郎博物館を見ていてくださると。都踊りガールズ、都に行ったら、都踊りを見物していかなきゃダメよ、と。なるほど。で、板前さん、いらっしゃい。料亭石井の料理は、都で一番だよ、と。これが、魚を10匹、あげると、もらえるカードですかね。で、彦星と織姫。桃太郎さん、村を救っていただきありがとうございます。織姫さんが男女力を合わせて素敵な村を作りますと。結構終盤のエピソードだったんですけど、よかったですね。ドラマチックでしたね。で、かぐやのおじいさんとおばあさんと。かぐやはあなた様をお待ちしておりました。かぐやのおばあさんが、桃太郎さん、ぜひかぐやに会ってくださいな。で、かぐや姫が、桃太郎さんと、真の勇気の子です。頑張って。かぐや姫は本当に最後の村だったんですけど、ファミコン版の桃太郎伝説2だったかな？では、確かなんか最後のエピソードに絡んでくるような感じだったと思います。で、スズメの親とのスズメさんが、父親桃太郎さんを、スズメの親とをごひいきに。はい。で、みんな大好き、駅者さんですね。むむ、黙ってみればピタリと当たると。いや、めっちゃ好きだったな。話が長いんですけど、面白いんですよね。で、次はキッチョムさんか。桃太郎さん、鍵縄はお役に立ちましたか？あんまり、この PS 版では絡んでこなかったんですけど、あれかな？氷の塔を登るときの鍵縄をくれるだけにはなっちゃってたんですけど、いい人でしたね。
ここからが仙人さんか。金丹抜け出し、早足と。早足仙人が一番最初だったかな。で、金丹抜け出しって感じかな。で、カード仙人。最後、本当お世話になりましたね。倍引きの刀とか。で、飛燕仙人、六角仙人。飛燕は、収録外というか、裏作業でよく使ってましたね。あ、そうだ、六角仙人の六角の術を、思えば全然使わなかったなと思って。確か、どっかのボス戦で一回使ったっきりで終わっちゃったと思ったんですよね。潮吹き鬼かなで、確か使って、当初予定では、ラスボスでめちゃくちゃ使う予定だったんですけど、なんか砥石とかアイテムの存在に気づいて、急遽ちょっと路線変更しちゃったんで、あんまり動画内では多分1回しか使ってなかったかなと思うんですけど、すいませんでした。機会があったらお見せできればなと思います。で、浮遊仙人、伊達天仙人、弓道仙人と。で、オートバトル仙人、千金仙人、稲妻仙人ですね。千金丹と普通の金丹の間がかなり長くて、で、千金丹と万金丹の間が結構短いスパンなイメージがありましたね。万金仙人と、目覚まし仙人、守り仙人と、封印仙人、鬼よけ仙人、ふにゃら仙人ですね。倍引き仙人、料理仙人、舞炭仙人。この辺はあんまり使わなかったですね。技分け、技寄せ、はやてと。技分けとか技寄せをちょっと当初はその使って六角で閻魔大王を倒すみたいに想定していたんですが、そうですね、あんまり使わなかったという感じになっちゃいました。で、最後は山彦仙人と。で、こっからがボス鬼ですね。銀の鬼、一番最初のボスですね。で、両鉄がおむすび村にいたボスで、金の鬼がゴンビの村ですかね。で、黒鬼さんが、花坂の村。で、竜頭鬼が、あれ、竜頭鬼ってどこのボスだっけ？金太郎の村だったかな？で、竜巻鬼が、浦島の村ですね。で、酒呑童子が謎解き山か。謎解き山で、夜叉姫が氷の洞窟で戦ったボスで仲間になったと。執行名が氷の塔ですかね。で、マシラが、微笑みの村、ブルモンキーズも同じですね。で、アシュラが、こいつがほんと強かったですよね。HP が高くて、めちゃくちゃ泥仕合になっちゃいましたね。希望の都で、で、大体鬼なのかなが、友情の洞窟。ヤマンバで、潮吹き鬼、風神ゴズと、メズと、水鬼、雷神ですね。水鬼が常夏の村だったかな。羅生門の鬼、サコンキ、コンキ、この辺最後ですね。で、閻魔大王。これが閻魔大王の玉座の横にあるという。ロケハン当時も知らなくて、ずーっとどうやって手に入れるんだろうなーと思ったやつでした。で、ここから雑魚鬼ですね。かなり多いんで、サクサクと言っちゃうんですが、赤鬼、鬼瓦、ドクロ鬼。これが旅立ちの村周辺で、青鬼、黄鬼、地獄瓦。これがさらに進んだところで、おむすび村との間のあたりに出てくるやつですかね。で、緑鬼、火炎瓦。緑鬼と火炎瓦が、あれですね。ボミの村周辺かな。で、コウモリ、治水コウモリ、大コウモリが、つづら洞窟でしたかね。ここから面白い鬼祭りで、鬼レンジャー、携帯の鬼、グルメの鬼、歴史の鬼だけ、微笑みの大地の方になっちゃうんですけど、なんでしょうね。順番が、なぜかこれだけちょっと入れ違えて。で、文学の鬼だったかな？だけが、逆に微笑みの鬼たちとの、なんかナンバリングに近いところにあるんですよね。で、ビジュアル系の鬼、福の神。倒せない鬼ですね。天の尺もそうですね。この辺は、カード道場で手に入れました。で、漢字の鬼。で、ここからまた普通の鬼で、野ざらし鬼と、シャレコーベ鬼、イノシシ鬼、
ゲラーダヒヒオニか。この辺、花坂の村周辺だったかな。で、ピンポーニが孤島にだけ出てくる鬼で、ミミズク、トラフズク鬼、シマフクロウ、ヨルゴロスケ。この辺は森で出てきたかな。森の敵だったかな。鈴鹿御前、手長鬼、足長鬼、手乗り鬼。この辺は金太郎の村周辺ですかね。で、ムチ鬼、鬼の目、ニラミ鬼。金太郎の洞窟がめちゃくちゃ雑魚鬼が多かったですよね。ネズミ鬼、ムジナ鬼、トラ鬼。で、クマ鬼、暴れ牛、野牛。この辺からあれかな？浦島の村周辺になってくるのかな？暴れ馬、黒駒、鬼面ガニ、カブトガニ、亡者、夜叉、骨鬼、極卒亡者、暴八亡者かな。虎王、疫病鬼、病魔鬼、蜘蛛猿、葛城御前、虚空夜叉、ムクロ鬼、白骨鬼、万病鬼。この辺はあれでしたかね、謎解き山のあたりかな。もみ鬼、木室鬼、吹雪御前。ここからあれですね、あの、寝太郎の村周辺になってきて、熊高、冠熊高、白夜馬、氷雪ガニ、雪だるま、雪鬼かな、雪鬼、雪原コウモリ、氷河御前、白虎、長槍鬼、まさかり鬼、氷室猿。結構多いんですよね、この辺。あの、寝太郎の村周辺とか。がめちゃくちゃ多い印象ですね。飛び天夜叉、氷室夜叉、白狩り、狐で、ここから微笑みの大地ですね。芸術の鬼、車内販売の鬼、なんか可愛いな。文学の鬼、これですね。文学の鬼だけは、つづら洞窟の先に出てくるって感じですかね。骨鬼ゾンと高さんチェック。いやー、高さんチェックは全然出てこなくて、ほんと苦労しましたね。で、足長鬼さん、豆鬼、ギャンブル鬼、ゲットの鬼、友達んちの鬼めっちゃ好きなんですよね。セリフが面白くて、めちゃくちゃ長いんですけどね。福の神キングと。で、天の弱 Z、レンタルの鬼、算数の鬼、ここからまた普通の、鬼ですね。赤うかり、百目鬼っていうのかな。地頭鬼。で、アシュラ隊、クブツ鬼、キノカマ。この辺がちょっとザコ鬼としてエンカウントしてないんですけど、攻略サイトでは、ヒノカマは戦ったんですけど、攻略サイトでは、アシュラがいる希望の都の五重の塔に出てくるらしいんですけど、ちょっと出会い方がわかんなかったんですよね。希望の都の先で、クジャク、マダラチョウ、チャクマヒヒ、ドクエラヒヒ、テントウキ、シシ、ベニクジャク、ミツマタウニ、ジャトウキと。で、地獄獅子、ジャノメチョウ、ギンギツネ。この辺からビローンの森の敵になるんですかね。ビローン、ユキハンニャ、十字キツネ、十字キツネか。混合ハンニャ、ノッペラボウ、キナコボウ。ドフモコフモ。この辺があれですね。ヤマンバがいた、宝が置いてある洞窟の敵ですかね。で、次が夢見クジャク、テングチョ。オロチ、クチナワオロチ、福の神ゴッドと。で、ヨモツシ、ヨモツハンニャ、カワタロウ。この辺からあれですかね。鬼の爪かな。タロウボウガラッパドン、クロガッパ。で、シリコガッパ、エビセンガッパですね。で、ここがウサカメの村周辺かな。闇くぐしとガキ玉。腹出しもほんと出なくて、めちゃくちゃ、あれですね、カットしましたね。1時間以上雑魚狩りしてたような印象がありますね。で、オオナムチと、火炎羅刹、稲妻羅刹、濁流羅刹と。で、操り同時、音量、毛量、チミ毛量、軌道丸、ヌエ。で、スクナ、キマイラ、バッカンジャキと。キマイラがあれですね、微笑みの村と常夏をつなぐ、長い橋だったと思う。そこで出てくる敵だったかな。バッカンジャキ、シュテンジャキ、羅生ジャキ。で、妄想地区、オカメササ、白蓮鬼、脱エヴァ。
この辺からラスダンですかね。地獄混合、ビシャダ獄卒、エンバ。で、ガネーシャ、ヤサブローバ、ウンバ。で、アイラバタ、ヨモツ混合、フタンナ獄卒。天皇鬼、ケンダバ獄卒、クバンダ獄卒と。で、ここからビローンシリーズかな。スナビローン。くれないなのかな、赤ビローンって呼んでたんですけど、どうなんですかね。と、岩ビローン。で、これサボテンって読むらしいですね。サボテン。多分、鬼面章なのかな。で、三面章。アリ地獄、毒牙地獄、地獄の小切り。で、ここから海ですかね。海の敵で、鬼面魚、一角鬼面魚、中面魚。で、濡れ女、磯女、人魚。読み方、あってのかわかんないですけど、海牛なのかな、海牛なのかな。で、雷牛、火牛と。で、ガキ、追っかけの鬼、エンオーバー。で、ここがなんか、飛び飛びなんですけど、追っかけの鬼っていうのが、ほほえみの大地ですね。で、エンオーバーが、友情の洞窟だったかな、あれどうだったろう、だと思います。で、ガキがレアアタック鬼ですね。で、ここがですね、つづら洞窟だったかな、に出てくる敵が最後になります。天福、治水天草、大川ポット。こんな感じですね。いやー、長かったですけど、297枚全部集められました。いやー、よかったー。はい、というわけで、全種カード集めの旅、桃太郎伝説 PS1 は、一応これにて終了にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の、実況プレイ動画とかでお会いできたらなと思います。本当に最後までありがとうございました。以上、Y スタジオでした。